ちゅわいえを。<music> <music>

若い時のほらはまさに手にある矢のような幸いなことよ矢筒をその矢で満たしているとは彼らは天然 母のゃよ 「信じてしたが」 私の言葉にあなた方は信頼し、また従うことを通して、あなたが私の働きの荒れと進展を見ていこうとし仰せます。え、このさらにこの世界全体において、この ai がこの導入されることによって、この経済のこの均衡や世界観のこの均衡が大きく変化してくるとしか言われますこの時にこのセッションの台を持ってこの世界全体の動きを。 見分けられるように求めておきなさいと主が言われますいろいろな混乱が来るの中であなたとは私の言葉に立ち従い私の技を満足してくださいえまたこの AI の導入に関してはこの祈りの土台が重要でありこのどの部分に AI を導入しまたどの部分はこの人の奉仕を持って一緒に仕えていくか注意深く見極めていく必要があると主が言われます奴隷的な働きにおいても大きな変化がある この AI に関する事柄においては祈りが重要であり正確に一種の語りかけを受け確認し信仰を持って踏み出していきなさいとしか言えます。 言言の言葉ありがとうございます今日はレオン牧師をハイハワからあなたが導いてくださったこともありがとうございます。あなたの特に祝福と恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメンどうぞおさえください。今日はあのえー、はい後ろの方ですね。 えー、今日は特別にですねイスラエルの廃バからレオン牧師をですね、しか導いてくださいました、感謝したいというふうに思います。<手>今日の朝の集会と、それから夜の集会ですね、東京カリスマ全会で新宿ですが、そういった明日の夜の集会、小定は行いますが、そこで奉仕をしてくださいます。どうぞ皆さん歓迎とともにですね期待しつつ拍手をし Good morning. Shalom to all of you. In Hebrew shalom it's I wish you peace. And blessing and from God all complete things. I met with your pastor and with your team a couple of years ago. And also a few of our leaders come to first meeting and after you many times visit our congregation.

今朝ここに皆さんとこの場に立つことができることは非常に喜びです。秋元牧師が私に3つの集会でお話をする機会を与えてくださいることができそれで私は一般的な論題に関してこの話をすることを選びました。 もちろん皆さん,も私たち皆さんは私たちが語,る <But S 1> 私が語ることを知っておられると思いますが、何か新しいことを言おうとするのではありません。聖書は古いもの新しいものではなくこの古いものだからです。 えー、おそらく同じことなんですけれども、少し違った側面からお話をしたいと思います。So, uh, そして私がこの3日間、uh, この3回の集会でお話をする一般的なトピックというのは、And, uh, 回復です。Oration, 回復というのは非常にユダヤ的な考えです。 プロテスタントの教会ではあまり皆さんこの言葉をお使いになりません。No, この言葉を皆さんが知らないということではなくて、別の側面に目を止めておられるんですね。初めからお話ししたいと思います。はい。 イザヤ書の58章から聖書を読んでいただきました。6節からすね読んでいただきました。え、私は説教をするというよりも、むしろ、お教えをしたいというふうに思います。説教というよりも、教えをしたいというふうに思いますので、皆さんご自身が後で。 政治をチェックして free, 皆さん私たち一人一人は神様の前に自由なわけです。Leaders, もちろん私たちには教師がおり、また牧師がいますけれども。But all pastors, leaders, teachers,

私たちはその聖書の教えによって私たちのこの行く道というのを正していただくことができるわけであります。So、58, そして、イザヤの58章では、このイザヤが断食について話しております。 そして、えー、イザヤはですね簡単な言葉を持って、えー、話しています、えー、これが私の望む断食ではないか私の言葉後で皆さん読むことができるので今読まなくても結構です私の言葉は後で皆さん読むことができるので 人間的にこの断食という言葉を聞くときに何も食べない何も飲まないということを考えますけれども私たちの体という肉体というのはこの断食を好みません。時々、私,しし私たちは時々

<to> think それは、皆、えー、さんが自分と他の人々との関係を考えるということなんです。もし皆さんがある人々との問題を持っているとするならば。 あるいはまた神様と皆さんとの間の関係に問題があるとすれ,ればまずこの許しを求めるということが重要です。これがテキスト、聖書の言葉が言っていることです。 カミサマガフタツノゴトイトニヤクソクサレタトデ。If you complete really fast before me, two things will happen with you.Eminasanga, カミノマエニダンジキオソルナラバーガノフタツノゴトンアコルトユテス。Number one, ひとつめ and you can read this in verses eight, nine, and ten, and eleven, in this chapter of fifty eight.Hachkara, Jujimadeno, Gojash, Hachkara, Jujimadeno, Koro de.I will heal you. 私はあなたを癒すと言っています。あなたの魂を癒します。あなたの祈りに対して答えを与えます。神の光が皆さんを照らす中で、回復が与えられます。これは非常に良いことです。素晴らしいことです。Yeah. Uh, I don't really know Japanese culture and I know that many things you hold inside of you. 日本の、uh, そののののそ文化とといいいううはよく知りりまませせんんんんし、皆さんが心の中でで抑え込んでいるこってわかりませんが but, but because Pastor Akimoto invited me here, I want to a s ここ私,私はユダヤ人の説教者なので。i want to ask you、something. s o m e t h i n g 皆さんに何か質問をとしたい,と思います s o m e o n l y next 40 minutes, humble yourself. 単に40分これからの40分の間どうぞ皆さん身を低くされて私のイダヤ教のこの考えにですね福していただきたいと思います。よろ <Okay? S 2> しいでしょうかそう、フ f ー、フォ t スフォークファスト、ザ・ガド・プロ to heal us, our 断食の最初のミというのは私たちの魂これを癒すということであります。そしこの体が癒されることもあります。しかしこのイザヤ書58章の箇所では、特に魂の癒しということを言っています。神様が光を与えてください。 そして助けを与えてください。これは非常に個人的なことです。No、s <S 神の祝福を必要としない方というのはこの地上におられません。t h が、s is why v に r y often w と pray b と f o r e him and we ask him, God b l と s s me, h と l p me, heal me, my family, me, my family, me, always. えそれで、皆さん、私たちはですね、神の前に出て、私を癒やしてください、助けてください、私の家族、また私自身を助けてくださいとこう言うんですね。But second promise in verse number 12 is still about some biggest subject.12 節にある2つ目の約束というのがありますが、それはもっと大きなものです。It's speaking that God make you person and your name will be restorer <Of> ruins. それはですね、皆さんがこの回復されるということであります、12節ですね。私は何もこの回復を必要としてはいないんですね。回復されたいと思っていないんですね。I 何もこのままを修復し,したいと思っておりません。イザヤ書の58章の12節,12節をお読みいたします。イザヤ書58章12節あなたのうちにあるものは昔の廃墟を立て直し、あなたは古代の礎を築き直し、

あなた自身がです、ねこのえー、何かの回復の一部となるということを約束しておられます。えー、何の回復でしょうか この私の話の中でこの答えを与えたいと思います。近代の、現代の,そのキリスト教の問題点の一つはクリスチャンというのは自分自身のことだけを考えているんですね。そして、それが私たちの祈りの大部分を知っています。 エゴイスト、ホーリーエで、私たちは気いエゴイストになってしまってるんですね。God <bless> 神様、私を祝福してください。神様、私の家族を祝福してください。Okay. これが神で鍵であって、まあこれは良いことですけれども。We agree t h a 私たちは神の子供であることをします私たち自身にも子供がいますそして私たちの子供は、パパ、ママ、これをください、これをくださいと言います。そのアメとかですね、アイスクリームを買ってくれと言います。 そして成長するならばこの服またあの服を買ってくれと言います <laughs>、ね、さらに大きくなると iPhone 買ってくれ iPhone10 を買ってくれといます <laughs> さらに大きくなるとアパートを買うことを買ってくれとかですね それは OK なんですね。12, しかしここを12節で語っている神様が語っていることはよ,より大きなことです。それは一般的な回復の問題であります。え、いっぺん、必要 で神様と私たちが正しい関係を持つならば、えあ,なた方あなたは、あなた,あなた方は、この、えー、廃墟の建て直しですね、これを受けるのであります。It's right? It you, you understand me? <laughs> no, no, you, you understand what's restorer of ruins? You know what is it? Some wall broken.

壁を回復城壁を回復する人ですね。これは日本語では何でしょうか城壁を回復すする人ででねこれは日本語で何というでしょうかどうぞ教えてください Huh? Uh, he says carpenter. Okay. Huh? Okay, so what's mean ruin? You have, uh, eh, to, no. No, no, <laughs> you have city. No, no, forget You have city. City. I will use bad examples, okay? I will use bad examples. Bad, 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 bad. bad. not good examples. I will use not good examples.Hiroshima.After えっとあままり良いいいい例例ではなかもしれせんがを使た nuclear bomb, と原爆が落ちた時きに、それはこの破壊されました。So it was Japanese, for it big pain 日本人にとって非常に大きな期待で years。しかし何年か経った後。You bring builders bring。 え皆さん回復、回復させるものが集まありまこの街を回復させました。この街を回復させたんですね。しかし、12節では同じ考えが、しかし、それよりももっと大きな回復を。 回復神様、私たち一人一人を、Not の n l y person w h ことを考えているだけの my personal n e と d s 自てのお必要のことを考えているだけのこをの個とてとしてではなく、But he want to use us、私たち一人一人を考えているだけのこを考えてとをてえているだだけのを考えてのとして神様をてを さらに説明をしこの概念を皆さんが理解していただくことを私は望んでいます。よく知ってください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 。 使徒の働き三章をお開きします。v e えー、二十一節。あ、えー、そうですね。三章の二十一節ですね。えー、使徒の二十あ三章の二十一節。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで。

ペテロは、ここで2度目に帰る、帰る前です、ね、帰る,と言ってるんです、帰る、帰る。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 e る。帰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 る。る。帰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 る。 オリジナこのでい場所原文のここでです、ね、原文の万物のギリシャ語の原点では、ここでは、回復という言葉が使われています。Because some modern translation lose original meaning. それで、現代の翻訳、最初の翻訳のうちの多くはですね、もともとの意味というのを失っています他の例を挙げたいと思います。皆さん、このようなものを持っていると思いますが、皆さん、これを使いすぎてですね、iPhone、your cell phone、he became a little bit crazy. ちょっとです、ね、この気がおかしくなる so, probably people in my age know what to do. 私の時代の人たちは <crazy> あ,そのあまりそういうことはないんですね。あなたの子供のところに行きましょう。こんな問題を彼は解決してください。と、to to beginning, like to switch スイッチオフ、と、スイッチアップ。 Uh, その uh, リスタートですね。リスタートをすればいいわけですね。しかし時々これは、uh, 役に立たないことがあります。その時は設定, <Factory settings. S 1> 設定を開くんですね。 で、その、なんか、根本的なリスタートって言うんでしょうか、そういうことを。ファクチュアリあ、工場出荷状態に戻すってやつですかね。ファクチュアあ、工場出荷状態に戻すってやつですかね。皆さん知ってますかあ、ウィル・レストア、ア・ス、ト・ア・アン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 ・ 世界中で、えー、世界中がですね、ちょっとこう気がおかしくなっているんですね。そして聖書の中での最も大きな考えというのは。 べての世界中のすべての国々をですね。えっと彼が言ったようにで工場出荷状態に戻す。つまり神様私たちを作ってくださった状態に戻すということです。で、イザイアー58章の12節では、もしあなたが、個人的に、 神様との,この関係を正しくするならば、皆さんの生涯というのはこの地上におけるこの人生となります。So、you, you 神様から祝福を受けるだけではなく、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  この人類全体を元の食器状態に戻す、えー、そういう助けをです,、ね、あするものとして私たちを導いておられます。なぜ <Why? S 2> でしょうか、えー、説明したいと思います。創世記を開きしますと、1 in <chapter> one, 一節一章に、and two, そして2章に、スト a リーバーククリエーション。

タイムアフタータイムアゴ、ガッパンニッシュピュー。パニッシュ、パニッシュピュー。ワイジパニッシュピュー。ワイジパニッシュピュー。させたいからです、ね

十章に行きますと非常に面白い物語なんですね。ノアは子供たちがいましたが、その子供たちにも子供がいました。そして全ての地上がですね全てまたこの人間でいっぱいになりました。今ではなくてその家に帰ったらぜひ。

ユダヤの伝統によりますと This is root or root、これ、この70がですね、このもともとの、も、えーえー、ともとのその、えー、部族ですね、70のもともとの部族であります。Today, on the all, on, in all, all world, exist more than o u s a nations。今、私たちの地上ではですね、この1300以上の しかし、この漱、えー、石10章で言われているのはもともとの国、これが70あったんですね。11, そして11章では It story, how these nations この70の国が decided to build Babylon えー、バビロンの塔を作ろうとしたいや。皆さんのうち覚えている方はおられますか ?1 one, two, 一人か2人しかいませんかおおよび1人か2人、えー、12章のバビロンの話を覚えている方は手を挙げてもらえますかおおよ覚えている方は手を挙げ皆さん覚えておられますね。バビロン バビロンというのはカルディア語で言うと神々の門という意味であります。<People think S 2> 人々は build building, このビルを,この建,物を建てて、like、神のようになれると思ったんです、ね。Language, Babylon, そしかし、ブル語でうバビロンはこのバビロンという意

They have、ね、70 tribes.70 のの、ね、languages.70 の国の言葉,、ね、言葉があります。しかし、それ以外にです、ね、共通の言語というのはあったんです、ね。そして、この 統一された言語一つの共通の言語で彼らはコミュニケーションができたんです、ね。And は h e Bible tells us that God takes from them united language.And all humans fall to darkness, miscommunication.You follow me? It's simple? 私たちは今、国家としては1,300以上あります、えー。今日の共通の言語というのは何でしょうかあ、uh? <し> love? Love only between believers, but not everybody love English. Many people not understand English. not everybody not between understand Many but 英語はべ、まあ、ての人がわかるわけではないと思います。イン,インターネットです。It's true. <S Today, the United Language, the whole world, internet. if somebody switch down the internet, 切るならば何が起こるでしょうか young people will be crazy after 20 minutes. No electricity. All bank system fall down immediately. No water supply. えー、水の供給もなくなります <food>、えー。食べ物の供給もなくなります。Days, s <S 3日、間でこの店に行くならばもう空っぽという状態ます。うのは、今日では、インターネットのコ o ュニケ n ショ a t で,です。べてが何故か起こっていたこと Babylon。 私たちはこのバビロンで何が起こったかというと分かりません。しかしこの状況があったんではないかと。この時代、この世界中をこったと思います。そして全ての人間は、自分は落ちてしまう。

しかし、この混乱の基礎になっているのは人間の傲慢です。この後で、神様は新しいプログラムを入れていきまそして、回復を望まれました。この故に、人々を使って、人々を使っ バビロンのようではない人々を。 作られましたがその一人の例はアブラハムです十二章創世記十二章では非常に面白い物語が書かれています神様はアブラハムに <Follow me. S 1> 私に従いなさいと言います私はあなたを祝福しようしかし私はあなたを使って <bless> 人々を祝福しようと バビロンの混乱の中に、の暗闇の中にいる人々に祝福をもたらすと。そしてあなたは私の道具となります。そしてこの混乱をこの取り除く道具となります。神様の祝福はこの混乱した国々にもたらすものとなります。 And Abraham tell I am agree. Agree, agree, I am okay, I go with you. And from Genesis chapter twelve, we see strange history. Abraham became business partner of God. Abraham が神様の business partner になったんですね。God blessed him with payment. He blessed him with children, with land.And Abraham made work for God.He preached to everybody about truth.But after we start to see そして、私たちは、私のちは、私た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 のは、私たち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 たちは、私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 たちは、たちは、私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 た d は、私たちは、私たち えっと神様がソドムとゴマランを罰しようとされたを <You remember? S 1> 覚,覚えておられますかあなたは <and S 1> この神と話をして tell, friend, 私はこの友であるアブラハムには何も隠すことをしないでおこうと。 はじ、えー、めはこのビジネスパートナーなんですよ God,、えー、後には神の友,だ友となりました。えー、その変化があはそこで止まりませんでした。そして、石22章を見ますと, <found> えっと、この話があるんですね。 このアブラハムの変化がさらに次々と起こって、God, 神の友から、神の奴隷となったんですね。<Why? S 1> なぜでしょうか Because in Genesis 22,、えー、22 God told to Abraham, sacrifice for me Isaac. えとアブラハムに神はあ,あなたの子供の遺作を捧げなさいと言われたんですね。友達であるならば自分の子供を捧げなさいとは言えないわけです。しかし、ボスはですね、そ隷に対してそういうことができるんですね。 そしてこのアブラハムの心はその捧げるということにですねの準備ができていました。What we study from this?What we study from this story?What we can study from this story? この物語から私たちは何を学ぶことができるでしょうか ?If you start walk after God, 神と共に歩み始めるならば ,and you reel before Him, 神の前に心を開いた真実であるならば、あなた自身の,この生涯においても変化があるということです。ですあなた自身の生涯においても変化があるということです。あなた自身の生涯においても変化があるということです。あなた自身の生涯においても変化があるということで 内側が変わるからですねこれが皆さんに対する言葉です <your> 人生をこの振り返ってみてくださいチェック and remember what it your interest was then you started to walk with God and what is your interest today 皆さんが神様との歩みを始めたときに何を望んでいたか、また今現在ですね。ね <If S 1> 何を望んでいるかということをチェックしてください。<feel> 皆さんが変化を、この、思っている life, もし人生にその変化がないならば、おそらく神様に対してもうちょっと自分の心を開く必要があるかもしれません。 あ、5分、uh, ?Okay. It's bad.Because、uh, ちょっと時間がが。足りないようです because I want to deliver message, but today evening I have chance, right?You will be in evening meeting.You will come to evening meeting.So I will give you full packet, hopefully.But、uh, え、uh, 夜ににままたた、uh, 十分に話しいいと思います。But because Abraham アブラハムは神に心を開いていたので彼はこの自分の考えを変えました。そして神の下辺となりました。そして22章では私たちはこの物語を見ますが、「 いざイ,イサクはどのように捧げたいと彼が思ったかということが出てきます you,、no? この時イ,ザイサクは何歳だったか誰がご存知でしょうか question. 質問ですあ、huh?

ほか、えー、にはか、no. どのように計算したらいいかという秘密を教えしたいと思います。今、t y three. 創世記23章を上げてください。 総積23章の一節から数節を読みます。サラの一章、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために長生き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。 私はあなた方の中に居留している黒人ですが、あなた方のところで、死ゆの墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して、死んだものを葬ることができるのです。ヘテ,ンヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司さです。私たちの最上の墓地に亡くなる <five>、うん。 5節そうでで、ね、これはユダヤ人の歴史です。これが、えっと、イスラエルの地図です、ね。アブラハムとサラ、はまれました。アブラハムサラは、私ですね。ね And God tell to Abraham in Genesis twenty-two, take your son and sacrifice him. The holy place in this time is was Hebron. Hebron. You know why? Because according to tradition, this place was very place.

サラは死んだとき127歳でした。えー、そして、えー、90歳のときに死んだときました。と、プ歳,歳かミノス、3 7歳だったと思われます。これは、イエス様の年齢でもあります。イサクはですね、この成人だったんです、ね。

<ん>イエス様のこの予言として用いられましたでここで結論を言いたいと思います <If we S 2> もし私たちが、really、<follow> God, 神様に本当に従うならば <of> 私たちはすべて予言的な形で用いられていきますアイゼア58.12はアイゼア58.12 5812。いざやの58章の12節はこのことを言っています。あなたはこの神の道具となることができます。世界に起こる大きな変化のための道具となります。そして夜にまたこのことを話してたいと思います。I can finish with prayer. ここで祈りで閉じているんでしょうか。I can pray shortly. Benediction? Ironic benediction? Please give the benediction. Yeah. Mm -hmm. Heavenly Father. I praise that lives of these precious people.

In different ways, I pray in the name of Yeshua. For benediction, if you can stand up for a moment. Please, uh, uh, amen どうもありがとうございました <laughs>、えー、それでは報告の時を持ちますコスプルコンサートの 知らせです。4月30日月曜日休日7時開演で心ゴスペルが行われます。バシュワザ公園 G2 となっています。チケットですけれどもこちらの街道の販売コーナーまたはインターネット上あとは新宿アシスお茶の水 CLC で販売しております。どうぞご利用ください。はい、市長 はい自分前はココロコッペルが4月30日ありますのでどうぞいらっしゃってくださいえー、今日の夜は東京カリスマ世界でレオン牧師が奉仕されますれ月曜日の7時ですねそれから四日市シで火曜日奉仕があります館長の正式とか4時半から あとはいつもの通りです何か報告ありますか手短に報告してくだ今週の土曜日に若者の中心の集会リバイバルナイトが行われますえ、六時半からですぜひですね、皆さんお集ま,お集まりくださいよろしくお願いしますはい。雲の間にある二次出版からのお知らせです月刊誌雲の間にある二次五月号」が本日発売となりますのでよろしくお願いいたします はい、それではこれでえ礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。